人類には不可能な猟奇的殺人を繰り返すアンノウンに対し、警視庁は未確認生命体対策班を設立し調査を行っていた。ある夜、今日のようなアンノウンが現れ猟奇的な殺人を行う。通報を聞いて駆けつけた G3 氷川誠だったが、アンノウンの恐るべき力に圧倒され、 G3 は機能停止寸前にまで追い込まれる。絶対的な危機の中、彼が見たものは闇の中で金色に輝く謎の戦士だった。罪を数えろ。
を戦いましょう。
事件解決だな、相棒。はぁ、あ、これで事件解決だな、相棒。光写真館の居候角谷司は自らに関する記憶を全て失っている青年である。ある時彼は世界が破壊されていく姿を目撃し、異空間に取り込まれてしまう。そこで手にした謎のベルトとカードを使って変身する司。戸惑う彼に仮面ライダー牙紅渡るが語りかける。9つの世界を巡り世界を救えた。世界の破壊者ディケイド、いくつもの世界を巡り、その瞳は何を映す。ケイド、あなたは9つの世界を旅しなければいけません。それが世界を救うたった一つの方法です。なぜ俺だ。あなたは全ての仮面ライダーを破壊するものです。創造は破壊からしか生まれませんからね。残念ですが。だったら世界を救ってやる。俺が世界の破壊者だ。通りすがりの仮面ライダー、覚えておけ。さあ、終わり。終わりにしてやるぜ。
相手にならない。歯応えがなさすぎる。雑魚ばかり。さて、片付ける。相手にならなくて。終わりにしてやる。見るか、すべての世界を。俺は世界を救ってみせる。仮面ライダーフォーゼ、タイマン張らせてもらうぜ。みんなは俺が守る。
きゃならねえ。ああもうしつこいな。おい、次から次へと。このまま世界は終わっちまうのか。なんてこった。おい、さあ本気で来い。本気でやれば出しんよ。
お前とはまた会えそうな気がする。礼はその時まで取っとくぜ。頑固で根性あるじゃねえか。どうだ、俺たちの絆の力なめんじゃねえぞ。フートで探偵事務所の助手として働く青年左翔太郎は、所長の鳴海宗吉と共に運命の子を救出するという依頼を受けて、とある施設に潜入していた。しかし翔太郎の判断ミスにより空を飛ぶ怪物に発見され、宗吉は敵の凶弾に倒れてしまう。迫り来る怪物を前にして運命の子は翔太郎に決断を迫る。その手にはベルト、ダブルドライバー、ガイアメモリが握られていた。悪魔と相乗りするユリ、あるか。うわあ、うん、私の邪魔をする奴は生かしておけないわね。まだだ。俺たちの仕事はまだ終わってねえ。
まさか忘れてないわよね、私の怖さ。どんな悪だろうとこの街を泣かす奴は許さねえ。みんなは俺が守る。さあ、ショータイム。やるしかないんだ。
じゃねえか。お前なら大丈夫や。俺一人でなんとかなった。
Thank you.